今日は私好きのメイドの面接と聞いていたのですけれど。ええ、どうしてこの者がここにいるんですの。正規の手順を踏んで最終面接にこぎつけました。奨学金制度で学費は免除になってるんですけど、とはいえ何かとお金は必要じゃないですか。クレア様のメイドになればお金も稼げるし、おそばにいる大義名分も得られてウィンウィンなんです。ウィンウィンと。私はちっとも得してないですわよ。不採用、不採用ですわ。どうしてもダメなのですか、クレア様、うん、応募者の中では飛び抜けて優秀でうってつけの人材です。忠誠心も非常に強いようですし。それは違います。忠誠心ではありません。そう、これは愛です。愛と。こんなこと言うメイドをそばに置けます。